さあ、ということでね、はい、あとは祭りに参加するだけということになりました。木、はい、なんですか。もう揃えました。ただ僕らは苗ヶ谷さんでここまでしか着方を教わってないですよね。あ、教わってないですね。ハッピーはもう着せてもらったので、はい、ハッピーというか反転。さっきの人にすごい直されたもんね。はい、反転ですよ。反転ですよ。反転。はい。反転はもう着せてもらったので、うん、あとは足元とかも全然わからないんで、うん、ちょっと教えてもらいましょうか。はい。浅草観光連盟の辻信之さんです。お願いします。お願いします。向けに、はい、あっちに、はい、お教えいたします。あの僕は本当にもう着方知らないんで、はい、まずどっから足元とか足元から、はい、こっちからね、教えてもらっていいですか。はい、もう足袋はそれぞれ履いてて、はい、あなたのはもうこのまんまでいける足袋なんですね。だからこれには私はいらないんです。はい、これはもうこれで、はい、だからちょっとこの2人、これはわらじがけっていう足袋なんですね。わらじをもともと履くための、だからこういうのがついてますよね。なるほど。ここにね、はい、だこれは、はい、わらじなんて、だから今日はちょっととりあえずお二人に、はいはい、わらじをちょっと持ってもらって、はい、それでやりましょう。はい、これがわらじです。はい、これです。こういう形で、売ってくれますね、わらじ。これ全く付け方わかんないですね。わかんないよね。見たことないです。うん、ここの輪っかにこの先を通します。今度後ろの輪っか2つありますね、はい、これをちょっと今度は難しいけど、ここの後ろのここに通しましょう。対角線に上から、はい、はいはい、もう片っぽも入れてください。今度はわらじを下に置きます。足を乗せたらここで履く、はい、履くで、足の内側で輪っかを作ります。ここに指を置いて、はい、そう輪っかを作ります。輪っか作ったら今度はこっち側、これ、はい、これを一緒に引っ張ります。はい、一緒にします。整えたら後ろから一回入れます。下から、はい、上に。それから、うん、今度はもう一回下から上へ。最後なんだけど、通すの、このさっきの輪っかに。ここに、うん、この2本？そう。そのまま通しちゃう。いけた。ここで輪を作って、でひねって止めます。
で、どの辺でもこれもこんなギリギリ切ってもいいのかな。ギリギリで切っても大丈夫。ギリギリで切ってもいいです。その方がかっこいいでしょ。それぐらい気持ちいい。これはい、完成。